私もゴムない方が好きなんですよ。エッチするのが好きみたいな感じなんですか？そうですね。マジ、いや、私普段王子を相手にする仕事してるんで。あ、付属関係の仕事やってる。あ、そうです。あ、なるほど。だからちょっとさっきシャミニーキ書いてたのからこの格好。あ、なるほどですね。ちょっとなんかその格好でいいのかなって思ったのはあったんですけど、じゃちょっとお仕事の話は後で聞くとして、そのそうでおじはどうなんですか？いや、おじではちょっとやだかな。おじには金もらいたいかな。いや、でも誰でもいいっていうのはじゃどういう、いや、タイプじゃなかったり付き合ったりしてなくてもかっこよければいいかなって。それ自分から声かけるんですか？声かけられたら行っちゃうみたいな。いや、全然私逆難とかします。おー、それどこでどういう風に逆難するんですか？え、普通に街中でお兄さん今何してんのみたいな。え、お兄さん何してんのって声かけて、暇やわ暇やわって感じの感じのところが帰ってきたら、はい、え、一緒に遊ばないみたいに言って。あー、何して遊ぶんですか？ワンクッション挟むときあるけど、ちょっと飲みに行かないとか。もう目的はホテル行くことで、目的はそう、あ、ダイレクトに一発目から今何してですか、ホテル行きませんかみたいなことは言わない。いや、自分でも酔ってたりして、その時はもう言っちゃうかも。そうやって今からホテル行きませんかって言って断る人いるんですか？え、いますよ多分。でも不審がられてる、ええってみんな挙動ってくるから。最初なんか彼女いるのみたいな感じでいろいろ聞いてくんですけど、いないよって言われたら、いや、いけるじゃんって思って言ったけど、なんか途中からそのホテル行こうみたいな感じの言葉を匂わすと、なんかダメそうってなっちゃう時があるから。別に金もらったりしないでやるみたいな。あ、金とか一切ないです。あ、なんかそのエッチするのが好きみたいな感じなんですか？そうですね。経験人数的に数えてないけど結構な。でも何百単位でありますよっていう。そうですね。あ、それちなみにいつ頃からなんですか？何歳ぐらいの時から？いや、8歳期は中2で、高校生入るぐらいまで落ち着いてて、彼氏がとしかしたことがなくて、でも高校入ってちょっとぐれちゃった時期があって、自暴自棄になって、そこのところから遠行とかもするようになったんですよ。この性欲が強いっていうから、要はその愛的なものじゃなくて、技術的面で気持ちよさが欲しいみたいな。技術そんなに求めてはないけど、まあ愛なんてあるわけないじゃないですか、決めてあった人に。そうですね。はいはいはい、それもすごいあって、その時だけは私を見てくれてるわけですよ。そうですね。で、その求めてくれてるっていうことに関してちょっと嬉しい。私もゴムない方が好きなんですよ。それ何が好きなんですか？生の方が気持ちいいっていう感じもあるし、あと心理的に精神的に感があるな。ちなみになんかもうその職業がなんか風俗やってるっていう。ソープから入ったんですよね。え、風俗業界にソープから？はい、デリってテカクテカスワタカで行かさないといけないから、はいはい、だるくて、その金銭発生してるんだったら全然挿入に抵抗ないから、うつ、やるやつでも。あ、なるほど。その、こっちがやるんだったら入れられて、他方が楽じゃんっていう。あー。そう、お客さんと本番やるって、気持ちいいんですか？気持ちよくないって言ったら嘘なんだけど、全然他の人とは違うから、もう金としか見てないから、なんかアイドルキャラで言ってて、
初対面した瞬間からお別れする姿が見えなくなる時はでも 100% は演技の私です。風俗客のここキモいわみたいなのってあります？やりすぎる、もう来てる時点でキモい